さん、こんにちは、東北ずんこです。東北キリトンです。うさぎすみれこよ。今回も封印の剣を縛りを入れてやっていくわ。まずは、2ターン目のゼロットとトレック出現に備えます。良いを即隣接できる位置に移動させます。ヤースも、前の方に移動させます。輸送要員も移動させてターンエンドよ。特攻武器持ってるのに、ロイはアーマーを一脚で倒せません。弱い。ランスはガントの槍装備で少しでもダメージを出してもらうわ。銀の槍を装備できればよかったのだけど。2ターン目、シーラバーバーしているアーマーをヌーで焼き払います。ロイでゼロットとトレックを説得します。放っておくと1ターンでトレックが死ぬわ。トレックでレイを救出、後方に下げます。縛りプレイではいつもの光景。あとは後衛に攻撃がいかないように。ルトガーで右の敵に対処。ロットで戦闘要員に攻撃がいかないようにします。命中の高いポールアクスで40。封印の斧は厳しいわね。32は避けて。まずいわね、戦闘要員を逃がせるの。この動画ができているので、多分なんとかなるでしょう。さて、ここからどうしましょうか。ポールアクスで一体潰すわ。ガードナをどかして。ほう、ほう、レベルアップ。主義ならいいでしょう。ロイを後方に。レトガーでアーマーを排除。キルソード仕事しろ。後方に行きそうなアーマーを抹消します。ワードでレイを下ろします。あなたのターンです。追撃されなくてよかった。うざ。痛い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 。相変わらず危ないですね。あのソシアルの装備って何だっけ。まずい、手よりはまずい。ひら、危なかった。手よく見たら当たっても1残るわね。さて、できれば右の小道で戦いたいですが。ドラゴンナイトはこのターンで倒したいわね。さっきだと。この人もカンスト2個ある。ルトガーの幸運は普通にいいわね。ロイを逃がします。引きこもるのでしょうか。当たれ。これで安心ね。エネミーページ79を外すな。囲まれたけどこの程度なら。痛い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 。ひら、ひら、敵ターンが長い。次からは攻め返しましょう。ルトガーはこのターン全ての攻撃を受けていたらまずかったわね。ようやくプレイヤーフェーズ。ハンマー装備とはいえアーマーに追撃できないとは。戦闘要員を逃がすわ。逃げろ。ロットで魔導士を処理。53は微妙な数字ね。壁は変わらずランスで。ロイは戦艦状態にしておきます。アーマーが壁になるわね。ランスは安全だけど全滅は遅れそう。ナイス削り。倒してからやっつけ、負けの危険がありました。左側はもうほぼ安全ですね。リブルを狙い。あなたのターンです。あとはアーチャーとソシアルを倒せばほぼ安全ね。レベルアップ。4ピンなら文句はないですが、耐久面が怪しいです。実行命中率で。いや、いや、キルソード発。ワードとレイを移動させてターンエンドです。危険は少ないのでコネ返しするわ。
ハードブーストの上に妖精鳥とかこのルトガーがエースだな。これでもクラスチェンジは16勝の予定です。現状アードが前衛として役に立たないのは戦力的に痛手でした。ただでさえ今回前衛が少ないので、あとルトガーならクラスチェンジしなくても16勝までなら持ちそうというのもある。ウポス、オス、いつもありがとうございます。テアリウスは強い。激しく同意。攻撃の基本は距離を取って一方的に手数増やせ。せやな。ワードは弓兵。前衛不足なので弓持って前線に立ってもらいます。まあ今なんて言った？この投稿者は基本的に読み方を直さないわ。手抜き？微妙成長。増えないの大変ねえ。なーに、ルーがそのうちクラスチェンジするから大丈夫。増援までカット。解雇しろ無理。ロットのブースターとしての役割があるから。このワードはどこかで速さ銀にしないと無理だな。銀にはしないぞ。そんな、だから通常プレイではゴンザレスに席を奪われるんだぞお前ら。ゴンザレスは弓が使えないから。震え声。あと序盤のおのづかいは貴重。リセットしろ案件だな。めんどい。有効必殺。この分なら増援はカットでもいいくらいです。まあ守備なら別に貴重ではないです。ダイジェストです。ヘタれてる気がしましたが、ギンヤリソシアルとも戦えてますね。初めてまともな成長を見た気がするわ。悪くない成長。玉座前からの増援は数が多いから一応流すわ。守備はいいですね。ランスの守備は意外に貴重です。あなたのターンです。エルファイアーマシルベシは倒してほしかった。あなたのターンです。このターンで安全にするわ。まずはソルジャーを潰して。ロイブ、エルファイアーマシルベシを倒します。壁を作ります。マシルベシはいないのでアーメンだと思います。チャンス組みクリでもこの命中引きよ。レベルに差がありすぎましたね。このターンで全滅させるわ。1、2、さすがにルーで一撃は無理ですか。3、4、ボスまでかく。ここのボスはレビアス別に強くはないです。ルーのクラスチェンジを早くしたいからルーで倒すわ。魔力ならいいや。撃破。このターンで制圧です。それでは今回はここまでよ。ご視聴ありがとうございました。投稿者です。この動画が気に入ったら、ニコニコならフォロー、ヨウツでならチャンネル登録お願いします。